私がね今年一番衝撃を受けた話だったんですけど、あのその方のね恋人が帯広刑務所にいるんですね。でその帯広刑務所に入っている方は、まあ、去年捕まって、去年の5月ぐらいに捕まったのかな。でその後私がたまたま、まあ、千葉の拘置所とかに面会行ってる時に後ろで並んでたことがあって、見たことがあった人だったんです。で、あの実は僕の彼女なんですみたいな感じで、あそうだったんですねって言って、それからその彼女とねいろんなお話をすることになったんです。まあ変わってるんですよね。私よりね年は5歳ぐらい上で、あの悪い人じゃないんです、悪い人じゃないんですけど、なんだろう、いつも車の中から電話をかけてきたり、車の中で手紙を書いてたり、なんかまあ行動がおかしかったんですね。でなんかその人が自分の話をちょいちょいするようになって、なんか市原の方に親戚がいてねって、でその親戚はみんないつも飲み屋さんに行ってるんだけどなんて話をしてたんですけど、ある日ね、なんかこう言いにくそうに言うから、どうしたのって言ったら、いや実はいつも飲みに行ってるところのママがね変死体で見つかったのって、えーって、それって警察に言ったらいいんじゃないのって言ったら、いや警察はね一人そのママさんが亡くなる前にね、あの一緒に飲んでた方を捜査したんだけど、その方じゃないってことで、それから犯人が捕まったのかどうかもわからないって言うんですよ。で、ね、普通だったらそこみんななんか常連さんがね毎日毎日来るようなお店でね、ママが店やってないって言ったら、まあ普通だったらなんかどうしたのどうしたのって探したりするじゃないですか。だけどね誰も探せなかったんですって、去年の夏で。もうね本人かどうかわからないような状態で水路のところで見つかったんですって、市原のねなんかちょっとした飲み屋さん街があってそこのところで見つかったって言ったんですけど、でねその方はね、いや私のいとこがねそこでアルバイトしてたから、あの2人でねあのお花をあげに行ったって言ったんです。あでもお花あげに行く前にその犯人はどうなったのみたいな、心当たりないのって。でもね新聞にも載ってないし警察の発表もないって言うんですよ。で、まあ、いろいろ話を聞いていくうちにね、私のおじさんがね昔その刑務所に入ってたことがあって、でそういう薬物をやってる人でって、でなんかそのママさんとお金のことで揉めてて、ってなんかどん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 話的に嫌な方向に行くじゃないですか。で私の中でああとか思ってたことを言ったんです、彼女が。でもねそれが正しいことだとは思わないし、思えない、まあ、証拠がないから。だけど私どうしても心の中にね、人が一人亡くなってるわけだから、それを聞いてもしかしてこの人かもしれないっていう、その一番近い人間がねそういうこと言ってるわけだから、一応市原警察にね匿名で電話してみたんです。でももちろん匿名じゃ事件の内容なんて教えてくれないし、あの参考までにってお話ししたんですよ。だけどまあね、そんな電話だから私も名前も言えないしって。でもそういうもし事件があるんだとしたら、そういうふうにね、あの私は話を聞いたんでって、その方はちょっと警察に行きづらいって言ってたから私があの話をしてますみたいな。である日ね、今年の3月ですか、ツイッターの件でね、あの私と、まあ、私の家族が習志野署に呼び出された時にやっぱその話をしたんですね。そんなツイッターでね、ああじゃないこうじゃないって青少年を取り締まるとかね、そんなこと言ってる前に私こんな話聞いちゃって、なんか心がざわざわしてるんだけどってね、その内容も内容だし、私は別にそれを結果を知りたいとかじゃなくて、その人がねあのちゃんとね犯人が見つかって、あのなんていうのかな、安らかに眠ってくれればそれでいいって感じだったんですけど、どうもねその事件の内容を聞くと、カバンが道路に置きっぱなしになってて物も盗まれてないと、で殴られた跡があるみたいな感じのことを言ってたんで、それって事件じゃん思いっきりって私思っちゃって、でも私はね別に犯人逮捕に協力できるような情報も持ってないし、ただそのね帯広に入ってる人の彼女はいろんな情報を知ってたわけですよ。でもそれって警察に言ったらって、んでもそうすると自分の親戚のおじさんのことを売るみたいで嫌だって、だけど人の命がかかってるわけじゃないですか。で私その方ともう連絡するのが嫌になっちゃって、連絡取らなくなっちゃったんです。だって
ね、それだけだったらまだわかるんですけど、で彼女がね、まあ、身柄引き受け人になるとか言って言ってもなんかめちゃんこ怒ってるんですよ。私のことを騙したって言ってね。だけどなんとかくんが好きって、え、じゃあどこが好きなのって聞いたら、髪の毛を染めてくれたところと、じゃちょっと病気なのかなと思ったんですね。その人がその人を好きっていう場所とちょっとずれてるし、で悪いことばっかし言うから、じゃあその人のいいところ教えてって聞いたら、カラオケを一緒に、カラオケ屋さんに連れてってくれたこと、あと一緒にカラオケを歌ってくれたこと、私の髪の毛が白髪だったから毛を染めてくれたこと、それだけ？みたいな。でもその二人の関係は成り立ってるんですよね。だから私が何も口出すこともできないんだけど、で時々ね、1時間とか2時間とかも平気で電話をかけてくる人だったんです。で彼の文句で、こんなこと言ってるんですけど、あんなこと言ってるんですけどって、いやだけど中にいる人間とは時差があるし、あのそんなこといちいち言ってもねって、でずっとなだめてて、その人にこういうもんだよ、刑務所とはね、拘置所とはこういうもんだよってずっと教えてたんですけど、どうも理解する力もないし理解しようとしないんですよ。でね、身柄引き受けになりたくないって言い始めたんです。それなんでって言ったら、どうやらね、あのただの居候なんだけど他の男の人と一緒に住んでると、そんなんだったらやめなよって、相手がかわいそうだからさって、ね、自分のことを待っててくれる女が他の男と住んでるって言ったらどう思いますか。私は嫌だ、そういう女の人になんか手を貸すのも嫌だった、なんか私もね、なんか分かってて騙してるみたいになっちゃうから、私はその男の人とも手紙のやり取りしてるし、お友達としてね。でその出てきた時に、その働く就職先を紹介するっていうのもあって、連絡が取ってるわけじゃないですか。でそんな中でね、そんな女の人が中途半端なこと言ってるんじゃない、だったら待つのやめなよとか思って、本当はねここまで出かかってるんですけど、でも人の恋愛だから文句言えないし、ただね、その本当に市原でね、そういう事件があったのかっていうのは私は分かんないです。でも一応ね、あの警察には話しました。本当か嘘か分かんないけど、私こんなことね言われてって、でちょうど LINE にブワーって書いてあったんで、その LINE を見せたんです。でもし本当にこれが事件だとしたら、この女性に電話をかけて聞いてみたらいいよって、ね、あの捜査上で上がってきたって言えば別にお話ししてくれるだろうからって。で私はもうそれっきり喋ってないんですけど、でも非常に不可解ですよね。自分の親戚のおじさんが犯人かもしれないって言ったんですよ私に。いつも薬物とかやってて、ってでね、そのおじさんの彼女っていうのはね、なんかその万引きの癖があるって、でね、おじさんのお金を盗んだりするって。まあもう俗に言う、もうポン中のどうしようもないカップルですよね私からすれば。だけどその方はすごく真面目な方なんです、女性の方は。でね、あの、まあ、埼玉の方に住んでるから、千葉の高知町に面会に来る時にね、いとこんちに泊まっていいよって言われてね、お金取られるんですって。あの電気代とかガス代とか、ガソリン入れろとかね。いやそれいいように使われてるだけじゃないのって私は思うんですけど、でも本人は申し訳ないからって言って、そのお金で解決することが正しいと思ってる方なんで、あ、それはそれでいいんじゃないと思ったけど、もう最初ね 3,4 回話を聞いてかな、あ、私とは感性が違う人だなと思ったし、この人と関わっててもろくなことがないと思って、私はもう連絡取ってないし電話番号も変えちゃったんでね。だけどいろんな人がいるもんだなと思いました。だってね、本当は待ち人だったんですよ、ただの。だけど実は男の人と一緒に住んでて、で、ね、その恋人が帯広刑務所って書いてきたことに腹を立てて、なんで刑務所なんて名前ね、わざわざ書いてくるのよって、隣近所の人に見られたらどうするのよって、いやでもそこ怒るとこかなって、全く私と感性が違うんで、なんでそんなことで怒るんだろうって、自分家のポストにね郵便屋さんがポンって投函するだけなんだから、別に怒るとこでも何でもないじゃないですか。だから、あ、自分が後ろめたいことしてるからそうなるんだとか思って、そんなんだったら待ってるのもね、待ち人さんもどうかなと思って、私はそれから関わってないです。気の毒だと思いませんか。私はだからそのね、あの男の子から手紙が来てね、なんかね、ランネーとね、あのなんか電話の連絡できなくなっちゃったって言って悲しんでたよって言われたけど、私はあえて連絡を取れないようにしました。だってもしかしたら殺人事件とかに関わってる、その人は関わってなかったとしたって、その人の身内が関わってるかもしれないってことを隠してるんですよ。これ大きな犯罪だから、
まあ、情報として、ね、人の命がかかっててその